斉藤さんが付き合った男性の人数は、さあ皆さん答える権利ありますよ。お、清水さん5人。斉藤さんどうですか。ブー。お、米村8。斉藤さんブー。はい、小池6。斉藤さんブー。あー違いますね、みんな。さあ行きますか、斉藤さん。正解は0でした。不正解です。結局時間切れということで常識問題クイズはここまで。よってこの勝負多く正解したミスフラッシュの勝利。現在成績は1勝1敗の五分。果たして勝つはどっちだ。この熱い勝負の続きは次回お送りします。さあ皆さん、本日いよいよですね、日テレジェニックのメインボーカルを発表したいと思います。日テレジェニック2009の歌手デビューにあたり、視聴者投票でメインボーカルを選ぼうというこの企画。前回カラオケでそれぞれの歌唱力をチェック。父さん母さんありがとう。下手、随分はっきり差が出たようだったが、果たして視聴者はどう判断したのか。さあ見てまいりましょう。視聴者投票でございます。第5位からまいりましょう。第5位は小泉今やありがとうございます。本当に視聴者って正しいなって感じですよね。ありがたいですね。ありがたいですね。さあ4位でございます。米村美咲。なんでもうちょっと2位ぐらいだと思ってました。3位まいりましょう。3位は小池由衣。ここ横並びでしたからね、数字的には。まあね、ここで2人がどうかっていう問題ですからね。さあメインボーカル視聴者投票結果、1位と2位の発表です。斉藤1位、清水。おめでとうございます。ただね、これまあ1位清水なんですけど、まあちょっと一人でねメイン任せるのはちょっと心配というか不安もあるんですよ。ですからここは、まあ、点数も一緒でしたし、清水と斉藤のツインボーカルでいこうじゃないかと。はい、米村さん不満げですけど。待って、ということは、ええ、私たちバックダンサーってことですか。そんなことはないですよ。ということでメインボーカルは清水、斉藤2人に決定。たくさんの投票ありがとうございました。そして本日彼女たちをプロデュースする音楽プロデューサーに来ていただきました。浅田さんお願いいたします。どうもすみません、よろしくお願いいたします。お願いします。怪しくないですか。ちゃんとしたプロデューサーの方です。失礼なことを言っちゃいけません。あなたたちの未来はこの人にかかっているんですよ。あら、佐田さんにはね、事前に皆さんのカラオケ VTR をご覧いただきまして、歌唱力チェックしていただきました。浅田さん、正直な印象は。いや、正直ショッキングです。正直ちょっとこの仕事引き受けたのちょっと後悔してたよ。浅田さんもやっぱり会社の人ですからね。結果出さないとやっぱ立場やばくなっちゃいますから。浅田さんに迷惑かけないように頑張ってください。はい、頑張ります。ちょっぴり不安な5人ですが、次回ついにデビュー曲が完成。皆様ご期待ください。お待たせいたしました。今週ライブチャットが開催されます。重ね着けしたりね。気になるあの子と話せるチャンス。一番人気があった子は次回のオンエアでカバーガールに選ばれるぞ。